竹とんぼ竹とんぼとは、回転翼と翼を回すための軸によって構成される中国と日本の伝統的な飛翔玩具である。中国に古くからあり、東心時代に葛光が表した道教と練炭術の文献、放牧史》にも飛車というものが出てくる。15世紀にはヨーロッパに伝わったと見られ、聖母子像の中にはこのような玩具を持った絵もあり。 ルネサンス期のヨーロッパの芸術やレオナルド・ダ・ヴィンチにも影響を与えている。このことから中国学者のジョゼフ・ニーダ村は竹トンボはヘリコプターの始祖となったとしている。日本では奈良時代後半頃の長屋王や敷跡から類似の木製品が出土しているほか平安時代や鎌倉時代の遺跡数箇所からの出土例もあるが腐敗しやすい木製であるため例は限られている。 巻き付け糸を使用する竹製とプラスチック製だけを切り出して、プロペラ状の竹辺としかい竹ひ合軸となる、芯棒として取り付けたもの。名が示す通り本来は、竹製玩具であるが、プラスチック製など材質を変えたものもある。芯棒を両手の手のひらで擦り合わせるように回転させて、プロペラの揚力で空へ飛ばす。竹トンボの中には、 翼部分に二つの穴がありに股の辛抱を用いて翼だけ飛ばすものもある。さらに巻き付けた糸を使うなどして回転翼部分のみを回転させこれのみ飛翔する場合がある。翼の効率が同じなら翼が分離する方の方が軽いため高く飛ぶ。推進力は軸部分を回転させることで得る。上のように簡易なものの場合は了承を相互に 逆方向へすり合わせる動きで軸を回転させ、利用するが、糸などで軸をコマのように回転させて、揚力を得る場合には、軸に巻き付けられた糸を引くことによって、揚力を得る。離陸時に与えられた回転力が完成力として蓄えられ上昇する。完成力による回転力が失われると加工するが、下から上に流れる空気により翼は回転し、 オートローテーションの効果で滑空しながら加工する。ありがとうございます。